ではここで両チームのスターティングメンバーを予想フォーメーションで見ていきましょう。まずはホームの鹿児島です。予想フォーメーションは 4-2-3-1、 ゴールキーパー白坂、フォーバック右から星、伊原、岡本、薩川、ダブルボランチは中原、木村、トップ下に牛の浜、右に五稜、左に米沢、ワントップ有田を予想しています。対するアウェーの福島ユナイテッド FC のスターティングメンバーです。予想フォーメーションは 3-4-2-1、 ゴールキーパー山本、3バック右から幸恵、大部、堂花、ダブルボランチは樋口と諸岡のコンビ、右のワイドに田中、左のワイドに橋本、ツーシャドウ野辺と新井光、ワントップ高橋を予想しています。ここで試合に先立ちまして、5月15日今シーズンの第9節 FC 今治戦で J 通算300試合出場を果たしました鹿児島ユナイテッド FC 背番号9番有田光輝選手のセレモニーが行われます。今ご家族から花束が手渡されました。会場からは温かい拍手が送られています。伊原、星がここでボールを受けてゴール前、胸で落とした、前を向いた、右足牛の浜、左足2発シュートを放っていきましたが、懸命のブロックは福島、こっから狙った。 J3 リーグ得点ランキングトップタイの有田、さあ誰を狙ってくるか。鹿児島もう一度ショートコーナー、木村から五稜、ゴリを中を見た、さあこのボールがゴールに吸い込まれました。先制は鹿児島。ゴリのこの中へのボール、9番高橋がクリアしていこうというところだったんですが、これがゴールへと吸い込まれました。先制は鹿児島。サイドを1人かわしてクロス上がる、後ろから頭で落として前を向けるか、さあ後ろにマイナスのボール、ミドルシュート入る、決まりました。追いついた、福島同点ゴール。前半のうちに追いつきました福島。地を這うような勢いのあるミドルシュート、白坂が弾いてボールをキャッチしていこうというところ、最後押し込みました福島。勢いのあるミドルシュートから、近くには18番の橋本の姿もあります。右腕を上げて高く上がったボール、頭で落とした。ジャンプをして中原にボールを渡して、牛の浜前を向いて一旦左にボールを預けます。中に送る、ヘディングシュート、ファインセーブ山本。戻してふわりと浮かせたボール、23番岡本が頭でボールを落としますが、マイナスのボール、40番樋口が追いかける、ミドルシュート。先ほどのシーンです。樋口のミドルシュート、一気に駆け上がる11番幸恵です。ボールを預けて田中、中にボールを送ってマイナスのボール、左足のシュート、ナイスセーブは白坂、守りました。ロメロフランクがワンタッチでボールをつないで反応をアピールし、ここでホイッスルがありました。この樋口のボール、今笛が鳴りました。決まりました。2-1、再びリードを奪いましたホームの鹿児島。米沢落ち着いていました、ゴール左隅冷静に決めていきました。
8ゴール目、これでチームトップの有田の8ゴールに並びました。米澤攻撃的な選手を入れてきました。菊島です。さあここで抜け出した高橋の右足のシュート、ファインセーブ。白坂、鹿児島ゴールキーパーの白坂、ピンチの場面、雪から田中、さあ森が回転してかわしていきました。ゴール前、高橋がボールを持つ。高橋がかわして左足、守りました。再び守った白坂、ピンチの場面がありましたがゴールを守り続けます白坂です。中に入れる、頭で上げて防げるか。鹿児島まだ福島ボールを持っています。米澤が外に出しました。ここで試合終了のホイッスル、鹿児島勝ちました。何度もファインセーブを見せた白坂も安堵の表情。まだホーム負けなし、がっちりと首位をキープしました鹿児島です。